81.5 Radio 3スイートお聞きの皆さん、こんばんは。2017年6月21日水曜日、八日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。今日のお相手は私えっちゃんこと松崎悦子と、はい、HIDEZO吉田HIDEZOでお送りします。はい、HIDEZO君先月はお休みでして、すみませんでした。寂しかったですよ。はい。本当ですか。本当です。お帰りなさいませ。今日はよろしくお願いします。はい。ね、梅雨にね、入ってね、でも全然降らない梅雨で、はい、どうなってんねんみたいな感じでしたけど、今日は朝からよく降ってましたね。はい。ね。やっと梅雨っぽいです、うん、私はね梅雨毎年言ってますけど大好きです。あ、そうですか。はい、梅雨好きなので、はい、で雨が降るとね新緑綺麗やしね、紫陽花も美しいし、うん、昨日紫陽花がっぽり買いに来てね、こんな、なんか見えへんか、こんなに大きな枝がね150円ぐらいに売ってて、はい、ガサーって持てないぐらい買って帰ってきて、もう狭いリビングがもうアジサイでいっぱいこになってるんだけど、梅雨大好きです。はい、本当にね。で先月のHIDEZO君いなかったんだけど、はい、トライアスロン408万の告知に来てくださったんですけどね、はい、今年3回目だったんです、はい、この日曜日開催された先週の日曜日、うん、この日曜日、昨日にね、で今まで2回分はねずっと雨だったんですよ。やっぱ梅雨時やからね、雨に降られて大変だったんですけど、今年第3回目は土曜日の準備の日から当日の日曜日までずっと快晴でございました。よかった。初めて晴天でした。トライアスロンの実行委員の方も本当頑張られてましたしね、参加された方もいいお天気で楽しそうに大変盛り上がっておられました。よかったです。ご苦労様でございました。はい、で今日知ってると思いますけど夏至です。はい、知ってる？夏至。夏至じゃないよ。さっき知りました。さっき、はい。聞いたらあそっかって思うもんね。はい、うん。言わずと知れたな、昼間の時間が一番長い日です。はい。はい、今日はあいにくね雨なのでね、うん、もうとっくに暗くなってますけども、知ってます？夏至が一番昼間長いでしょ。で昼間一番短いのが冬至じゃないですか。ああ。で冬至と夏至の昼の間の時間はなんと 4,5 時間も差があるそうです。すごいね、そう考えたら 4,5 時間あったらもうめちゃめちゃいろんなことできるよね。もう半日です。半日違うってどうよって感じ、うん、でちなみに北欧ヨーロッパの北側ね、はいはい、フィンランドとか、はい、あの辺は知ってると思いますけど、夏至の頃は白夜になるところも多くて、日が沈まずっと明るいのよ。私もちょっと北の方に行ったことがあるんですけれども、白夜ではなかったけど10時頃まで明るいかったの、私が行ったところはね、はい、そしたらねやっぱりみんな10時頃からやっとディナーかなみたいな雰囲気になるのよ。さあ飲もうかいうのがもう10時頃からライブ始まるの11時とかになるの。みたいな、みんなすごい遅いのだから。でね、私の知ってる小学生、大きくても中学1年生でやってるバンドがあるんだけど、その子たちでさえ出演時間が夜中の11時とかありみたいでしょ。まあやっぱ暗くならないと雰囲気出ないからね。だからやっぱり夜遅いのはあんまり日本みたいに悪いイメージはないみたいで、夜遅いのが好きな人は北欧に住んだらいいと思いますよ。はい、そうですね。夜中からパーティー始まるみたいなね、ちょっとあんまり関係なかったけど、せっかくね、はい、夏至なので、はい、そういうお話もしてみました。はい、白夜ロマンチックやね。はい、はい、ということでメールをお願いしたいと思います、はい、私たちにはメールは元気なもとです。本当に嬉しい贈り物なので今日もメッセージをどしどし送ってきてください。先月私が言ってあんまり来なかったのでHIDEZO君がバーン言ってください。雨にまつわる思い出話などもどんどん送ってきてください。番組中でもお受けできます。それではメールの送り先を元気いっぱいお願いします、はい、お待ちしております。99@滋賀.tv99@滋賀.tv までよろしくお願いします。待っています。はい、それでは今日の1曲目、今日はねちょっと雨にちなんだ曲ばっかりを選んでまいりました。はい、1曲目は天川物語という昔1回かけたことあるんですけど、満月堂さんというグループが歌ってらっしゃるまあフォークソングなんですけどね、天川という村があります。奈良の吉野郡です。ちょうどど真ん中ぐらいのちょっと南ぐらい。ここはね天の国、木の国、川の国と言われてて、かの有名な大峰山脈ね、霊峰と言われてる麓にあります。で熊野川の源流の川があって、その川が天の川という川です。なんていい名前、いいでしょう。そこはもう本当に水の国だそうです。ぴったりだと思って1曲目にこの曲をかけさせていただきます。はい、では満月堂さんで天川物語。長い長い峠を越えてもうすぐ着くよ天川の里、緑の風と優しい人たち、溶け合って懐かしい川も橋も谷も山も大切にしたい心も、ここは木の国大峰山に続く鈴懸の道、天女が舞い降りた誰にもあるけど時が微笑みに変えるよ、ここは川の国よどみない流れ見たらいいよ。ここは天の国天下に天の国、ここは山の国、川の国、火の国、天の国。はい、聞いていただきました満月堂さんで天河物語。いいね、はい、雨降ってる、水がゴーゴーと流れている山の風景が浮かびますよね、はい、素晴らしい。天の川ってもうなんぼいい名前の川ない、うん、一回行かなきゃねって思いますよね。今度行くんですよ僕。マジで？大峰さんに。大峰さんに行くの？7月に行くんです。あ、本当に？登りに。登るんですか？はい。素晴らしい。すごいタイミングで。なかなかね、ハードな山ですよ。僕でも過去に3年間行ったんですよ。連続で間が久々にちょっと連れてもらって。素晴らしい。びっくり。ちょっと今言葉を失いました。死なないようにいかんと。お前気をつけて行ってくださいね。はい、落ちるみたいな岩のとこもあるからね。どうですか。HIDEZO君頑張れ。はい、ということで、はい、では今日ゲストを来ていただいています。どうも遠いところをお越しいただきましてありがとうございます。田中裕子さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回ね、キラキラさんというお二人組のユニットで来ていただいたピアノを弾いてらっしゃる方の方です。はい、今日は一人で来ていただいています。はい。じゃあお一人用の自己紹介をはいお願いします。はい、あなたらしさを大切にあなたの我が道応援します。我が道紡ぎ人田中裕子です。私はですね、あなたの暮らしにプラスを届けますをテーマにクラシスというものを立ち上げました。で、一人一人に寄り添ってその人に合ったスタイル、我が道スタイルの暮らしを提案サポートしています。で、私自身もね、我が道スタイルの暮らしっていうのを、実践してまして、いろんなことがやりたいっていうのがあって、はい、型にはまらずに自分らしい好きと得意を生かしたスタイルで活動しているんですね。うん、で、その今言っていただいたキラキラっていう歌とピアノのユニットで子どもさん向けのコンサートをやってるんですけども、それ以外にもっていうかメインでやってるのが整理収納アドバイザーっていうお片付けの仕事なんですね。で、お片付けの講師っていうのをやっております。はい、はいはい、すごいね。最初の出だしんとこよくアイドルグループがあなたのなんとかあなたのなんとかなんとかなんとかですいうパターンですね。そうですね。キャッチフレーズ。キャッチフレーズですね。すごいですね。そう、キャッチフレーズのとこだけもう一回言ってもらっていいですか？あなたらしさを大切にあなたの我が道応援します。我が道紡ぎ人田中裕子です。おお、キャッチフレーズいいな。ちょっとこの番組の最初もちょっと同じことばっかり言ってるしそれしようか。なんとか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 ねえ、本当や。なんとかなんとかHIDEZOですっていう名前だけせんとキャッチつめましょうか。こう語呂合わせ大事ですね。キャッチーね。そうですね。韻を踏むとなんかこう韻を踏む乗れる韻を踏むラップみたいなノリですか？なんかこうリズムに乗るとなるほどなるほどいいんかなって私は勝手に思ってますけど。乗ってました乗ってました、うん、なるほどね。素晴らしい。じゃあ天の声さんも考えておいてくださいね。天の声謎の人ですか？別にね、謎の人が韻踏んで余計いいやんな。わかりやすくて。じゃあちょっと来月から自己紹介をこのパターンで一人ずつしたいと思います。お楽しみに、はい、ということでいろんなことをしてらっしゃるっていうことなんですけども、はい、まず一個ずつ聞こうかな、はい、今日これ来てくださる前に守山で2ステージもコンサートをしてきてくださったということでね、はい、そのチラシを今日フェイスブックに載せておいたんですけども、もう何十何回で書いてあったし。そうですね。結構何回もしてらっしゃる。3年目になります。2ヶ月に1回やってるんですけど、ちょうど2年前の春から4月から偶数月にやってます。そのチラシに書いてあったのがね、はい、0歳から未就学児って書いてあるんですよ、うん、0歳から未就学児のためのコンサートってどうするのって感じですよね。それちょっと聞きたかったんですよ。どういうことされてるのか。はい、コンサートっていうとなんかすごい大層な感じに聞こえるんですけど、コンサートっていうよりは、子どもさんが楽しんでくれる音楽会みたいな感じを、でも音楽界って言ったって0歳から未就学児っていくつぐらいのこと言うんですかね。平日の午前中にやったりするんで、まあ保育園も行ってない子、そうですね、幼稚園行くまでの子が2歳とか3歳、そうですね、1歳2歳、まあ、0歳からもう何ヶ月っていう1歳2歳に歌えってどうする？難しいよね、かえってなかなかどうしていいか分かんないね。例えば具体的に言うとどういうことを、みんなが知ってる童謡とか、もう幼稚園で習ったとか小学校で習った、お母さんたちも知ってるような、よくよく知ってる曲を並べていきます。並べていくって言ったらおかしいけど、その季節の歌を中心にやるんですよ。だから今日やったら雨とか梅雨とかなので、雨の歌、雨雨ふれふれとか、そういうのをやったりしてます。それはもう0歳から1、2歳の子でもやっぱり楽しんで、そうですね、一緒にリズム乗るみたいな。そうですね。でお母さんと一緒にこう手拍子、なんていうの？手遊びとか体操とかもしてもらうんで、例えばお子さんが自分でできなかったらお母さんが抱っこして、ちょっとこう高い高いじゃないけどやったりとか、手拍子もできなかったらお母さんが子供ちゃんの前でこうやったりとか、この子供の手を取ってちょっとパチパチやったりとかしてますね。1歳2歳とか動けるようになってくるとやっぱりわーって走ったりしてくれるんで、もう別にその時間に泣いてもいいですよ、騒いでもいいですよ、もう子供が自由に楽しめたらそれでいいですし、お母さんも一緒に楽しんでくださいね。なんかあんまり経験したというか行ったことがないので、まあ幼稚園ぐらいやったらね、私もなんかキャラクター連れてって一緒に歌ったりとかしましたけど、0歳の子はあんまりないな。そうですかね。結構なんか今度見に行こう来てください。ぜひ。結構ね、カーペット敷きの部屋なんで、もうゴロンってね転んだりハイハイする子がいたりとか、もうやっぱりリズムに合わせてニコニコしてくれはったりする。でもそれをね何回もされてるってことは、お母さんが楽しみにしておられて連れてこられるっていうことやからね。そうですね。もう0歳、もう一番最初から来てくれたお子さんとかやったら、もう0歳でもう生まれて何ヶ月って言ってはった子がもう今2歳とかなってはるんで、もうこっちも成長が見れてすごく楽しいです。楽しいですね。楽しいですよ。今日は一つそうですよね、持ってきたものがあるんですけど、一緒にやってる歌のすごいですよ、ここ映るからね。歌のね、坂井春菜ちゃんっていう子が、バルーンアートができるんですね。なのでお歌の中で今日傘のバルーンアート持ってきたんですけど、今日これコンサート内で歌いながら作った傘、バルーンでね傘作ったやつを今日持ってきてくださってる。傘になってるでしょ。でこれで雨はちょっとかぶるけどな、開いてますからね、風船なんて。毎回ねそうやって、例えば犬とかウサギとか作ったり、お歌の中でこういうの作って一緒に見たりとか。じゃあコンサートというよりなんかこう、もうなんだろう、パフォーマンスですね。そうですね。だからね、コンサートっていうよりは聴いて楽しい、見て楽しい、動いて楽しいっていうのをコンセプトにしてるんで、一緒に参加してもらうプログラム。なるほど、です。ということで、でもチラシでね見たらびっくりしますよ。0歳から未就学児ってわざわざ書いてあるのってあんまりないので、子供さんもいいですよは書いてあるけどね、それ言っちゃうとね、0歳ってやっぱり来にくいじゃないですか。やっぱ遠慮しはる部分があるので、もう小さいお子さんどんどん来てくださいねっていうのをコンセプトにしてたので、もうあえて0歳からっていうのを大きく書いてます。それはいいことだと思います。ありがとうございます。はいで、そういうコンサートもしてらっしゃる、今日その話も聞きたかったし、もうそのお片付けのことをほんまに今日は聞きたくって、ありがとうございます、音楽とは関係ないとはいえちょっと聞かせてください、お片付け違うわ、何だっけ、整理収納アドバイザー、前もちょっと話聞きましたけどね、それをこうどういうふうに聞きに来られるんですか、お客さんというか聞きたい人は。そうですね、まあ、毎回テーマを作って、私講座をやるのをメインにしてるんですね。傘持ってくれたら講座、お片付け講座っていうのをメインで開講してはるんですね。開講、そうですね。で単発でやってるんですけど、まあ、どういうふうにしたらお片付けうまくいきますっていうお話、まあ、基本のお片付けの日もあれば、今日はリビングのことについてお話ししますとか、今日はキッチンについてとか、まあ、テーマをいくつも作って、例えば子どもに対してどういうふうに接したらいいのかっていうテーマでいくときは子どもの内容っていうのを中心に、はどんな話しますよって募集を受けたら、まあそれを聞きたい人が来られるんで、そういうことですね。そうなんや。HIDEZO君なんか聞きたくないですか？整理整頓できひんのですよ収納整理がでつい最近ちょっと倉庫作ったんですよね、うんはい、まあ言うたら2階にあった大きいとこがあって、うんうん、それがちょっといっぱいになって、うん、上まで持って上がるのがしんどいから下に作ろうということになって下に作って、はい、で上のもんを下に持って下の方が狭いんだよあね、なるほど。これ今度通り道もあれへんなってしもて。ああ、そらね、物理的に大きいとこにあったもん狭いとこに入れたら、うん、早いわな。そうなんです。そうですね。どうなってるの今？いや、ぐちゃぐちゃですよもう。ただ楽なのやっぱり上にある。そうね。でもそれすごい正しいですよ。そうや。うちの倉庫も上に楽器置いてあったんですよ2階に下は照明器具とか音響器具が置いてあって、うん、楽器使う回数が少ないから楽器は上に置いてあったんですよ、うん、アンプとかでコンサートあるたんびに下ろしてたんやんかもうこのやってられへんわ重たいピアノとかってなって、うん、全部下ろしたんやんか、うん、うちも1階がえらいことになってますでも綺麗にしたらきちっとなってるよそれがね行こかいくらかくれたら行きますよ全然行きますいっちゃんひろちゃんで行こうかまあ自分らなりに考えてじゃあここにちょっとでも棚を置いてみよう棚つけようとなんかこういうのにしてそういうその上にじゃあ何が乗ったか言うたらもうわけなわからんもんが乗ってて全然これ生きてないそらもうひどいもんですよなるほどほんまに確かにそうやね、うん、なんか棚とかね箱とかよかれと思って買ってきたりするね、うん、整備の箱プラスチックのやつとか結局余計邪魔、うん、ああ、うん、そうだから箱とかその入れてしまうとダメなもう見えたる方がいい感じ、うん、先にそれを買わない方がいいですよね一回ちょっと全部出して何があるかを把握しなきゃいけない。そうそれは分かってる。分かってんねん。これをどういう風にしてここに収めてじゃあ今度出したら入れる、うん、まあそれでそれがもうぐちゃぐちゃやからね、うん、でお忙しいからみんながそのきちっとしてる間がないのよねきっとね、うんまあ、ねバタ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 ってするから、うん、でも今日お二人の話は結構レベルが高くって、うん、その全部出したらいいとかそれをやってはるんでしょう。褒められた、うん、そうでもちゃんと理にかなってるんですよそのやっぱり使いやすい場所に使うものを置くとか、うん、そこ結構基本です。まずじゃあヒデゾ君何からしたらいいですか？毎日忙しいし、そんなきちっとしてる間もないけど、でね、ちょっとずつ使いやすいように。一つ分かったんです。はい、そのぐちゃぐちゃになったら、うん、嫌になるでしょ。うん、なる。うおってどうしたらいい？その時に鳥になるん。出たヒデゾ。こうみんなに言うんです。手広げて鳥になろうって、うん、まあ朝帰ってくるんですけど深夜にね、うん、誰一人だけやりようですよ一緒に僕と鳥になってほんならちょっとふわっとしてそうそうふわっとしてちょっとそのこうなったのが緩くなるやろってまああとみんな虫ですけどねまあだからそれもこうなった時には手をパーンと広い家でゆっくりふわふわ目閉じて鳥になろうっていうので鳥になってスッとしてもうこれまた整理今度にしよう一つでもこう直すちゃんと置こうかなってなるもんなやっとことやってんやちゃんとその一人だけ鳥になってくれる社員さん偉いねそうもうほらもういやいやですよいやいやお前よくやってくれたなみたいなほらもうさすがに僕だけ鳥に鳴らすのは悪いと思ってるんでしょうね多分優しいんですねあとみんな無視ですわもうでも社長自ら鳥になる会社っていいよね、うん、まあねいいと思いますよいやそれもどうかな自由な社風鳥になってるだけではいつまでたっても片付かへんからちょっと鳥になったついでに一個ずつ片付けていかないかんなそれができるとね、うん、なんかそこをしないと毎日じゃあせめて10分だけそうですね、うん、まあそのグループ作ってここに置くって決めてそれだけっていうのを一個ずつ作っていくだけでも物の住所を作るっていうのが大事、うん、それ大事、うん、図面みたいなにしてこれは絶対ここに置くみたいな、うん、それがないとね多分その図面とか言い出すと、うん、考えたらいいな考えすぎになるからとりあえずこうまあまあまあこの箱とかとりあえずここにこういうもんを置こうみたいなそれある程度考えんとね、うん、やっぱりこう使わへんもんは奥に行きたいでしょ。ああそうそうそれはでもそう、ね、それはそうやな。でこれ入れたら使うんですよこれほんでまた奥になんでか知らんけどあれどこやったっけってなるそうそうほんで出したらいいけどまた入れんのが今度だからもう全部見えるようにしとくのよ。私冬もんも片付けないタイプやねんか。冬も夏も情報がちゃんと入る場所があっていつも全部あるっていうそういうふうにしたらいいんちゃう。それもいいと思う、うん、全部並べたらいやだからねそのもともと分かった大きな倉庫に移ろうそれができるならでも一番いいかもしれない。それが一番いい、うん、そうでもなんとかなりそうなのね、うん、なんかそのでも全部使ってるもんがあるってことそうそうそう全くいらないものはないは極力上に上げて、ね、あでもちゃんとできてるうんせいけどあとはその収納の仕組みの問題でしょ、まあ、多分整理はできてはるから収納の仕組みものがやっぱ多いけど必要やからでその中でもよく使うものをやっぱ一番使いやすいところに置いてやけどそれがこうぐちゃぐちゃになってくる、うん、そこの仕組みを自分の中で分析すると使いやすくなるかな。みんなとはちゃんと意思の疎通はできてるんですかここよこうねってこの人は分かってるけどこの人が違うとこ置いちゃうからダメになるでしょ。それもあるそれもねそれはもうラベルとかで誰もが分かるようにするっていうのはあの棚とかそうですけどそらね、うん、なかなか大変それもこうもうねもう口酸っぱいなるほど何回も何回も言わないとダメですよ。これはここだよって言うても分からへんやったらじゃあ書こうと思ってね、うん、あそんでいいと思いますよ。持ち出し禁止って書いてある、うんね、うん、それ車に乗ってるんですよ。あれ禁止やのに持ち出し禁止やのにこうね、こういうふうに書いて置いといたのに。Google の会社とかすごいよ。こうね、テープとかあるじゃん、ハサミとか、あれ一人一個ずつ持ってったらぐちゃぐちゃになるから、その置く場所があって、こうちゃんと書いてあるの。テープ形がきちって。ああ、テープの形が。テープの形になってて、そこに戻して共用で使うの。それぐらいきっちりしてはる。究極ですよね。究極も究極の住所絶対形を書けばいいんじゃない？パズルみたいな。ああ楽しい。ヒデさんのとこ行こう。見学に行きたい。大変やねそれも。ちょっとそういう専門家整理の人に一回ちょっと見てもらいますって言って連れて行かしてお金いらんから。行きます行きます。楽しそうね。うん。ということで、あっという間に時間が。HIDEZO君とこの会社の悩み相談になってしまいました。ほんまですね。じゃあちょっとここでもう一曲歌を紹介させてもらって今日はHIDEZOのコーナー入りたいと思います。はい。次の曲はおなじみ宮原春彦さんです。なんで宮原さんかというとちょっとこれ置かせてもらっていいでしょうか。はい。宮原さんちょっとコンサートがあります。あれ持ってくなさったかな。明日金曜日、明後日土曜日に安野文化ホール小劇場でまた歌う劇スターあります。佐々木由香さんと今回2人です。後ろの大きなところに歌詞も書き写します。はい、800円でフリードリンクです。安いですねでしょ、うん、2時半からあります。昼からの2時半からスタートです。安駅前にあります小劇場です。ぜひお越しください。はい、では宮原さんの曲を聴いていただきましょう。宮原春彦で茜の歌です。染まる心は幼い頃のまま赤く羊雲に笑顔こぼれてくれる空にただ涙花見恋のぼり田園の風蝉しぐれ落ち葉たき冬木立雪解けを待つ息吹夕日浴びて染まる心は幼い頃のまま赤くきっとずっと変わらないだろうくれる空にただ海風が吹き寄せる思い出を姉川のせせらぎに流されて夕凪切な対岸の日が一つまた一つ灯るやがて風は沖へ沖へと音も色も遠ざかる夕日浴びて染まる心は幼い頃のまま赤く怒り悲しみヒデゾのコーナー、ありがとうございます。トシオの歌で始まりました。ヒデゾのコーナーでございます。前田中さん来てくださった時、ヒデゾのコーナーありましたか？ありましたよ。ありましたか？鳥の歌を聴きました。一番最初に作った鳥はなかったかな。焼き鳥なんか歌ってもらった気がします。なんか中学生ぐらいの時作った。あったっけそんな。なんか鳥の歌やった。あ、鳥の歌あったわ、そういえば。あったあった。昔すっごい昔に作ったって言って、鳥の歌ってウクレレありますよって。春田がウクレレでコード弾いて。まあでもね、HIDEZO君はね、もう過去にとらわれない人なので、住んだことにはもう関わらない人なんです。先のことも見てませんから、今現在だけに生きてはるので許してあげてください。はい、はい、今日久々にHIDEZOのコーナーなんですけども、何しましょう。HIDEZOさん、先の続きしましょうか。せっかく先生来てくれてはるんやから。じゃあ一個ぐらいなんか前進しましょうよ。どうしましょう。そうですね。だから。まあ今本当にまあその深夜に鳥になって忘れるところで終わってるんですよね。鳥になったあとどうするかやな。そこをちょっと一歩前進しましょうか。鳥になった。鳥で飛んでる、みんなで飛ぼうと。飛ぼう。飛んだ後がね、これ続かへん理由があるんですよ。みんなもう嫌な。飛んだ後に普通鳥はまあご飯食べたりとか。眠りに入る、それを決めてあげたらいいんちゃうかな。飛んだ後に宿に帰ろうって、そこまでやろうって言うたら、みんな飛んで宿に帰るかもわからないですよね。帰ってしまったらいつまでたっても片付かない。じゃあもう宿に帰らしましょう。そうそうそう。一つずつ一人ずつ担当を決めたらいいね。ここの部分のこの部分はこの人の担当みたいな。でこれどこに置くんやったっけってその人に聞いたらいい。ああなるほどね。うん、その辺にガサッと置いたらそこはその人が整理するみたいな。それもありかもしれない。ね、細かい工具みたいなのは、うん、ここの棚で担当は誰みたいな。それもこうバラバラに返ってくるのね。多分片付けが一番苦手な人に合わせてあげたらいいかもしれない。いやそれはダメです。ダメです。えらいことになる。えらいことになる。もうそらね。ゴミ箱の裏に何か入れよるんですわ。わざと。わざと。隠すの？隠すいうか、しまうんです。しもってるいう。ああ、自分は片付けたつもり。ここにしまった。うん、それは分からへんな。そういう人もいる。これはちょっと重症やな。複数の人が使う。もうね、じゃあそこを整理する係の人を一人雇うしかない。専属性。片付け係っていうの？パートで雇った片付け係週に1回だけでも雇っといてね。ああ、ちょっとずつ片付くやん。そうですよね。一回もうみんなでとりあえず一回見たい、やってみるか、どうなってるのか。もう荒れてますわ。もうあれがどんなあれかが知りたいな。どうなんか見たい。でもまたそこから仕事に行ってるんやからね、最低限はなってるんやろ。現場行って、あ、あれ忘れたとか、まあそれもある、出てくるよね。そうなるとね。でやっぱりさっきない買うっていうのはやっぱり道具でもなんでないねん、もうなかったらしょうがないよ。この間買ったばっかりやのにってある。帰ったらあるんよね。で出てきたとか。分かるわ。そう、整理できてない。なんか養生テープとか電池とかは多分私とこもようあるわ。で電池まとめてこうたやんネットでこうてたやんみたいな。ある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 。家庭の片付けとかはまた違うかもしれないですよね。いろんな人がたくさん出入りする場所っていうのは性格もバラバラやしね。でもまあ一個ずつでもね、一個ずつでも前進したら、ちっちゃいところから始めて、そこから崩さないようにしていったらいいと思います。せめてトイレットペーパーはここにあるとか、もう細かいとこからね。あれ血液型関係ないですかね。ないと思う。ないと。意外とないと。え、何型があかんと思います？ B 型。私 B 型。あららららら。もうじゃんや。すっごい B 型多い。周り何十人も B 型に囲まれてる。私 A 型。A 型。私も A 型。うちもこの番組どうしよう聞いてるかな、うちの社員。B 型が一人いるねんけど片付けへんな。あ、そうですまあでも私ももともと片付けられへんかったから、でも B 型ですよ私。自分の B 型だからやっぱり関係ないと思う。関係ない関係ない。そのゴミ箱の裏にしまうのも B 型なんですよ。それはなちょっと問題やると思うわ。なんでゴミ箱の裏にしまうの、別の問題やわそれ。そう、でも B 型やからか知らんけど、とにかく楽するために片付けてる。そのちなみにですけど、ゴミ箱の裏に何を片付けはったんですか、具体的に言うと。まあちょっとこういう洗剤とかですか、こういうこするね道具であったり、ちょっともう本当に洗わないといけないものでもまずそこに一旦しまう。その人にとってはそこが収納場所。いやだから怒るんでそれはね。じゃあとりあえず鳥になって、鳥になって鳥になってくれる人なんですよそれ。あ、その人が鳥になったらゴミ箱の後ろには置かないっていうことを決めたらいい。あ、鳥になった鳥になってゴミ箱の後ろのものを一回出すっていうことでした。ああ、それいいね。一緒に鳥になりながらそれを一緒に出して、これここじゃないやろ、どこにするって決めたら。あ、そうやそうや。それを一個ずつ増やしていったらいいやん。だからゴミ箱だけじゃないから順番にたどろうと、鳥になってそうそうなりながら、じゃあ今日は鳥になってゴミ箱さんに着地みたいな。はい、2人でゴミ箱着地みたいな。それ真夜中にやるの面白い会社やな。それ危ない。どっちが行けばいいか。いや、行ってみたい。でもやってほしい。そしたらまずねゴミ箱のぐらいに置かなくならはるかもしれない、うん、なんでそこに置くのかっていうのをその人に認識してもらったらいいかも鳥になりながら、まあ、難しいな1個ずつこう、はい、一個解決。ありがとうございます。今日のHIDEZOのコーナーはゴミ箱の裏に物を置かない第一歩の大きな一歩を踏み出したと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。先生ありがとうございます。じゃあHIDEZOの歌を。はい。鳥の歌ですか？いや、また別の歌ですか？はい。じゃあ鳥になってゴミ箱の裏を片付けるHIDEZOの歌を聞いていただきたいと思います。今日の題名は。はい。聞いてください。HIDEZOで無題。刺さったままの杭、夜が明ける頃。姿の裏を覗けばむき出しの心臓はそれでも動いている。見えないよつながれない世界なら残されるのは奇跡。響くよに霧の音。さよなら帰れない膝を組んだ者たちは汚れた手で甘い蜜をすくいすくった痛みや傷に触れること知らなくていい、見なくてもいい、僕と空が分かっているからスポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長、現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開、東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は074823局の2233、電話番号074823局の2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、HIDEZO君の歌も聴いていただきました。お知らせも聴いていただきました。ありがとうございます。はい、田中さん、続けてお願いします。お願いします。あまり時間がね、もうこんな時間になりました。HIDEZO君のお悩みコーナーにだいぶ時間を費やしてしまって今日は。すいませんでした。いえいえ、もう有意義な、本当にありがとうございます。そうしたらちょっと先にお知らせとメール行かしてもらっていいですか。はい。なんかライブのお知らせとかなんか知らせたいことがあったらどうぞ。ありますかね。あります。あ、言ってください。さっき言ってたキラキラコンサートが次回が8月9日の水曜日の10時半から11時半です。決まってる。いつもは平日の昼間なんで、ちっちゃいお子さんだけなんですけど、この時夏休みなんで、小学校低学年ぐらいまでのお子さん来ていただいたらいいかなと思ってます。お兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に来たいっていうねこともできるので、で今回は夏休みスペシャルということで、いつも45分なんですけど。今回は1時間の拡大版でやります。で、さっきお見せしたっておかしなラジオやし、バルーンアートをコンサートの中で体験で皆さんに作ってもらおうかなっていうのも考えてます。で、1人1個ずつ持って帰ってもらえるし、一緒にやってっていうことを今考えてますので、もしよかったらぜひお願いします。天ヶ池プラザっていう森山の。早いな、もう夏休みの話。そうです。8月9日ですね。水曜日ですよ。もう1個いいですか？いいですよ。あとね、8月3日の木曜日に大津の浜大津にあるね、大津百鳥館っていう町屋さんのところでキッズフェスタっていうのをね、コミュニティサロンランプさんっていうところがやらはるんですよ。でそこのキッズフェスタに私もお片付けで子どもさん向けのお片付け講座やろうかなと思ってます。まだねちょっと詳細詳しいことがあんまりまだ出てないんですけど、4月3日ですね。そうですね、はい、私クラシスのホームページがあるんですけど、そちらとか見てもらったらどんどん告知をしていこうかなと思ってますので、ぜひクラシスってホームページだそうです。見に行ってください、はい、よろしくお願いします。私はライブ今のとこないですか？大丈夫です。頑張って鳥になってください。はい、はい。じゃあ一つだけ、さっきの歌声喫茶が土曜日24日から土曜日、その次の25日の日曜日が豊里の宝永の里でこちらの天の声さんに紹介していただいたアーティストさんでケールユニットさんが出演してくださいます。豊里の方への里2時半からスタートです。無料です。よかったら見に来てください。ニコとギターを弾いて歌われるという、2人とも2人でニコを弾くっていう場面もあると聞いています。はい。でもう一つだけ出してください。CD の発売のご案内です。宝子さんって呼ぶ宝子久美子さんって言うんですけど、元の名前が谷本久美子さんです。ジャズ界では誰も知っている有名なボーカリストさんです。京都にお住まいなんですけど、結婚されて宝子さんになってらっしゃいます。なんと CD11 年目11年ぶりの CD 発売、8月2日オンセールです。準備されましてもう出来上がってきました。これデモ版ですが、なかなか渋い曲入っています。楽しみにしておいてあげてください。はい、お知らせありがとうございます、はい、じゃあメールをちょっと読ませてもらいます。ラジオネーム昼間の掛け事さんですあ、ちょっと笑うときは大声で笑っていただいて結構です、はい、ラジオなので、はい、聞こえませんのでこれは、分かる人は分かりますよね、はい、分かる人は分かりますよね、はい、昼間の掛け事さんです。ありがとうございます。えっちゃんひでぞシャーモンさん、こんばんは。同じこと言いますけどシャーモンじゃないですよ、はい、いつも楽しい放送ありがとう。梅雨の季節ですね。雨にも負けずという歌がありますが、具体的に雨に勝つ方法を教えてください。ナイスな質問です。HIDEZO君どうですか。雨に勝つ方法バーンと教えてあげてください。昼間の掛け音さんの方法、雨に勝つ方法。叩く以外で、あ、雨に勝つ、あ、雨に勝つ方法、まあ、ああいう毛皮の虎の毛皮着て、はい、文句言うしかしゃあないですよね向き合って雨とはい、ありがとうございました、はい、すいませんでしたはい、ありがとうございましたということです。雨に勝つ方法なんかありますか。鳥になりましょうか。鳥になるそっちの方が面白いです。ありがとうございます昼間の掛け事さん、雨に勝つには鳥になりましょう。はい、はい、ありがとうございました。次ダックスビルさんです。ありがとう。今日は出してくれへんと思ってましたサンキューです。いつも楽しく聞かさせていただいてます。ところで国会では掛け問題が注目されていますが、この危機を解決してくれそうな人物は次のうちどなたでしょうか。1人目文部大臣、2人目民主党蓮舫議員、3人目自民党総裁、4人目ブルース・リーのような剥がれの体を持つ男、杉江正直です。短いですよ今回は。ちょっと短くしてってこの間言いましたからね何でもよう言うこと聞いてくださります。ありがとうございますはいどうですか掛け問題注目ね、解決してくれるのは文部大臣か、はい、民主党の蓮舫さんか、自民党の総裁か、まあね、安倍さんかということですね。でブルース・リーのような鋼の体を持つ杉江正直か。はい、田中さんどうですか。誰が解決してくれそうですか。私、バッチリ言うてあげてください。HIDEZOさんということで。HIDEZO入ってません。HIDEZO入ってません。変なボケはここでいらないです。そうなんですか。この場に及んで変なボケはいりません。はい。どうでしょう。誰でしょう。はい。考えときますか。考えときます。じゃあHIDEZO君から。じゃじゃじゃーん。まあブルース・リーのその体すげえもこもこ言わんとこもこもこ言わないラジオやから、すげえ正直で杉江正直一票いただきました。イエイ今日は入りましたね。天の声さん今日はどうでしょう。あ、杉江正直もう一票入りました、はい、イエイ私ももちろん杉江正直です。イエーイということで田中さんがどれを選ぼうが今日は杉江正直楽勝でございますすいませんこういうことになってるんですけど、はい、じゃあ大丈夫ですか。じゃあ杉江正直やっと4人とも入りました。杉江さん今日は4票です。はい、よかった。先月ゼロやったんですよ番組始まって以来のゼロ票やってもうね杉江正直もう来ないかと思ってました杉江正直絶好調です。ありがとうございます。ということでもう時間がなくて最後1分ぐらい中さんの時間とさせていただきます。はい、ありがとうございます。皆さんにメッセージ。私クラシスという野号、クラシにプラス S でクラシス、クラシにプラスを届けますっていう意味なんですけど、で、お片付け講座を、やってます。で、どこでも3人以上集まっていただいたら、はい、お家でもどこか会場でもどこでもお片付け講座行きます。で、またね、個人のお宅で、お片付け見てほしいなっていうカウンセリングとか一緒にやってほしいなっていうことがあったら、それもお声掛けいただいたら、はい、どこでも出向きますので、そのもうびっくりするほど高い値段ではないんですか？大丈夫やと思います。まあ大丈夫なぐらいな値段です。HIDEZO君とこも来てもらい？行きますよ。どこでも行きます。県内どこでも行きます。やっぱりね、身内が言ってても聞かないのよ、社員さん。ちょっと照れくさいから、ほんまはできはるねみんな。でそれはね、ちょっと他人の人から言われるとね、なるほどなってなるから、いいのよ、アドバイザーの人入ってもらうのは。行きますよ。いいと思いますよ。一回試してみたらどうですか。呼んでください。ご興味ある方、クラシス.jindu.com にアクセスしてください。田中さん注文するのは私を通してください。マネージャーしております。よろしくお願いします。はいはい。今日はありがとうございました。本当にもうこういうのきちきちね作らはって偉いね。なかなか素晴らしいです。うわ。受講1時間1,500円からだって。そうですよ。そんなもんなんですね。1人1,500円。私もっとなんかせめて1万円ぐらい。いや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 、そんなに。そうですか。だいたい2時間3,000円ぐらいで考えてます。はい。講座は3人集めてください。個人カウンセリングは1時間3,000円からでやっております。はい。ありがとうございます。ぜひお申し込みください。今日は本当にありがとうございました。週まだ続きますけどね。元気にパッと。あかん、最後に言うことが出ない。私が何を言いたかったというと、はい、楽しい夏を迎えましょうということです。はい、では最後に聴いていただく曲を紹介したいと思います。もうこの曲しかございません。はい、ユニット名が雨降り決行隊です。で、曲名が雨天決行です。はい、ということで今日はこの曲でお別れしたいと思います。また来月必ず見てください。ありがとうございました。バイバーイ。